1週間前。今日もお疲れ様。お疲れ様です。はい、今日はサウナの掃除だね。顔誰かに似てるって言われません？結構掃除用具入れにバケツがあるからタオルの回収お願いね。タオルの回収、はい、わかりました。光の漏れ方、まあ、すごいな。神でも降臨するかってぐらいの光の漏れ方してるけど、ちょっと待ってね。設定だけ見させてもらって。さあ、皆さんこんばんは。どうも。日本の小ネズミですけども、今回やるゲームなんですけど、白沢田さんのね、地獄温泉。だよね。地獄銭湯でした。白沢田さんの地獄銭湯、り。やっていきます、り。でですね、今回は、リメイク版なんですよ。前もこのゲーム出たんですけど、その時は、ちょっとね、バグがあったらしくて、それが治らない、原因不明で治らないということで、今回は、ね、そのリメイク版が出たということで、一丁元気に、行ってみっか、つってな。まあ、見ていこう。おい。業務内容。規則を守れていないお客さんを帰らせる。客の接客。客の接客、お客様の接客とかじゃないんだ。お金を受け取る。話を聞いて必要な商品をカゴに入れる。お湯の温度管理。客やモニターの確認をしてボイラー室で温度を変える。風呂場の掃除。こう、業務内容覚えれないんだよね。ちょっと切ない。初恋の。安倍久の城。いいね。入浴料。おう。大人が500円。中学生が150円。小学生が無料。なるほど。マナーをお守りいただけない方はご利用をお断りいたします。脱衣所。館内利用マナー。入れ墨系。泥酔のお客様は入りません。お子様の婚浴は6歳までです。浴室に入るときには水着の着用はご遠慮ください。泳がないでください。もう走らないでください。サウナで寝ないでください。銭湯内は、撮影禁止です。持ち込みはご遠慮ください。髪染めや髪切りはしないでください。と。はい。まあ、今回は、働く側ですから。お、開いた。これ出れはしないんだね。便器のつけれない。暗くないか結構。明るさ変える。明るい。よし、見てこう。タバコが100円、あ、500円のやつかな？わあ、昔ながらやね、この感じ。さゆりだ。あれ最近映画でやってるやつじゃないの？提供ですか？いいねえ。子供ラムネ。あ、初恋の味ね。オッケー。掃除用具。トリマー持っていくけど。これ、銭湯一人で掃除って結構怖くない？うわ。これ全部拾っていくの？そうか。はい。はい。はい。うわ、うわ、うわ、うわ。チーカーみたいになっちゃう。なんだ。早くない？何かが起こるにしては早い。うわ、びっくりした。はぁ、はぁ、はぁ、さぁ、べべ。うぅ。強烈な初日。ここはどこですか？そんで。おお、音音音音、超でけえ。音がすごい。お、お風呂場やん。
うわ、ユニットバスや。オレンジと一緒。いいね。はい。携帯ギリギリに置きすぎじゃない？お、ガラケーだ。暑い。暑いね。あ、お久しぶりです。そうですね。卒園以来ですね。皆さんお元気ですか？え、私？そうですね。その、え、はい。はい。そうなんすね。なるほど。何が何が私のことを知っている人から、施設自体に連絡があったらしい。銭湯を経営している人で、その銭湯で働かないかってアパートも所有してるみたいで、そこに住んでいいみたい。田舎にある銭湯みたいだけど、私都会は合ってないのかもだし、行ってみようかな。今は都会に住んでるんだ。すごい雨だね。アパートに。202号室が私の部屋らしいと。なんかグラフィックすごい上がってない？グラフィックすごないか？空き巣被害。神社の近くのアパートで空き巣被害発生。痩せ型40代、カーキ色のシャツ、グレーのズボン、青ひげを生やしている。あ、この人かな？ほんほんほん。ほぼ知り合いにこういう顔の人いるな。こっちは神社かな？うわ、最初から結構畳みかけてくるパターンだったな。なんのなんの？笑ってやる、笑ってやる。ちょっと楽しそうやから行ってみよう。なんもないことある？ここじゃない、アパートに今に。ああ。あれ？誰か泣いてる。大丈夫っすか？ああ、花瓶じ、立派やね。喧嘩にしてはすごい立派。よっぽどのことがあったんやな。ゴミ捨て場は、猿いる？チンパンジーおらん？なにこれ？車にさ、こうやって葉っぱがくっついてるってことは、だいぶ放置されてるぞ。もうガチで猿いるな。あ、誰がいる？ 103。うわ、この外に置くタイプね。チース。シース。一旦メンチ切っとくか。おい。何見とんねん、お前。キャップ逆さにして、お前。サトシみたいにしてやるぞ、お前。一旦、202。真ん中かな？うい。鍵ないんや。あれ。開いてるって聞いてたんだけどな。見てないやん。誰に話聞きに行けばいい。あ、こっから出てきてんね。お前もメンチ切るタイプか。目泳ぎまくってるけど大丈夫そう。まあ、来てくれ。ああ、ちょっと待ってましたよって言ってない。多分来てくれてありがとう。先方はこのアパートのすぐ向かいだよ。通いやすいだろ。向井さんね。マイナさんの部屋はこのアパートの202号室。俺マイナって名前ない。ちょっとボロいけど中は結構いいから。マジっすか。マイナさんは今24だっけ。今28っすね。今28なんすよ。ちょっと言ってるでしょう。あと少しだね。あと少しって味噌島でってことですか。見てくださいよ。若い子が来てくれて助かるよ。もう若くないですって。それじゃあこれが部屋の鍵ね。何、お前ボディタッチした？準備ができたら早速銭湯に来てくれ。はい。鍵浮いてる。ハリーポッターの世界線。目ざいろ。雨音一つなし。冷蔵庫付きの
お、ガスコンロ。ああ、まあまあ悪くないけど、ここのね、窓いらないかなって思うんだけど、どうでしょうか。トイレ。ん？お前、酒盛りしてんじゃん。ビューン！そんな飛んでかない。なんか懐かしい感じする。はい。切れって言ってたのに。なんかこれ動かせんじゃん。おぉ。よいしょ。うわ、壁穴や。荷箱。あ、捨てろってことか。俺の仕事じゃなくない？それ。で、俺、引っ越してきて急に掃除しなかんの？マリエッティ。タブで荷物を置く。はいはいはい。はい。俺自身は映らないパターンか。消してすぐ。いい。ごめんてごめんて。一人隠れんぼだね。する気？言えない全然。はっ。怖い。すっごいボロボロだし。血ついてるし。あれなに、リンゴ？リンゴかな。テレビは、テレビじゃない、ピアノもあるやん。怖っ。どうしてさ、こういうさ、古い家って怖く見えるんだろうね。別にさ、普通の家なのに。そんなことないのにね。まだやん。あんた風邪ひくで、そんなとこいたら。温泉入っていくか？実績で綺麗好きっていうのがもらえたね、今。まあ、一旦入る？職場だし。おやさん、チーズ。ああ、来たね。来ました。ここが今日から働いてもらう銭湯だよ。これから仕事の説明をするから。とりあえず、バンダイの中に入って。おやさん、めちゃめちゃ眉間で喋るタイプだ。お、急にうなじみしてきた。すごい。180度ターンだ。はい、入りました。じゃあ、俺が言ったことを実際にやりながら覚えていこうか。おい。俺がお客さん役をやるから、言ったことをやってみて。そういうプレイですか？お客さんがお金を置いたら必ず受け取ること。はい、やってみて。はい。お、1000円だ。次にお客さんに話を聞いたら、お客さんが必要なものを言ってくるから、ここのカゴの中に入れてね。頼まれていないものは入れたらいけないよ。結構記憶力ゲームじゃない？やってみようか。話を聞く。ヒゲ剃り。ヒゲ剃りって読むのかな、あれ。シャンプー、タオル。まず、落としちゃった、落としちゃったけどいいっすか。落としちゃった。カミソリでしょ？シャンプー、はい。どうっすか？ほら、簡単だったでしょ？簡単でした。今の流れで接客をしてね。次に、めんどくさいけど、めんどくさいとか言っちゃうんだ。仕事を教えるからついてきて。おい。え？大家さん。ボディで締めていくのやめて。お得にボイラー室があるのかな？お、なんか、少しぬるいね。これもうスキップしてるやん。ボイラー室で温度を上げようか。なんか音急に上がった。何それ、コールドマーク。寒いですよ、顔しやがって、こいつ。ん？なんだ？故障中になってる。くら。じゃあ、お風呂の温度の変え方を説明するよ。はい。上のレバーを下げると温度が下がって、下の炉に薪を入れると温度が上がるよ。匂うから炉に薪以外は入れないようにしてね。はい。適温がオレンジ色だからそこに合わせるようにしてね。
今は男性風呂の温度が低いから上げる必要があるね。ほう、やってみて。やってみます。よいしょよいしょよいしょ。あ、ちょちょちょ、あ、入れすぎて入れすぎて、普通に入れすぎちゃった。こんぐらい、やっぱ48度ぐらいですよね。お客さんの様子を随時確認して適温のお風呂に入れるように心がけてね。わかりました。あとカウンターのモニターでもメーターの確認ができるよ。モニター、じゃあ次の仕事を教えるよ。モニターってなんすか。まだお客さんいないんだ。はい、次に掃除の説明ね。はい、閉店用音楽が流れたら掃除の時間だよ。閉店用音楽、とりあえず今日の掃除を教えるね。はい、今日は浴槽の掃除ね。浴槽の掃除、まず男性用脱衣所の掃除用具入れに棒、棒、回線器とブラシがあるから取ってきて。はい、回線器でお湯を抜いて汚れをブラシでこすって。配線機って何ですか。じゃあ今は俺の前の浴槽だけやってみようか。まあ配線機って多分あれやんね、水抜くための。おう、え、こんな棒でやんの。へえ、こんなんでやるんだ。きたねえ、なんだこれ。うわ、すげえ、めちゃめちゃ掃除してる。今掃除した場所は今日は掃除しなくていい。はい、まあ掃除の前に俺が確認しに来る。了解っす。あとは臨機応変にやってくれたらいいか。ああ、大事なことを言うのを忘れて。大事なこと、分かってると思うけど銭湯には規則があるんだよね。ああ、最初のやつかな。守れていないお客さんは必ず帰ってもらうように。赤字はい、ただお風呂が終わってからだと意味がない。お風呂に入ってる時でも追い出せってことか。案内の後ろに貼ってあるから、後で確認しといて。わかりました。前田さんは常識がありそうだから大丈夫だよね。大丈夫っすね。ここにいると気分が悪い。何を言うてる。ああ、いや、俺は用事があるからあとは任せて。もう黒幕やん、あいつ。黒幕顔やったもんな、だって。あ、チーン言うた。はい、ちょっと待ってくださいね。今から行きますんで。はい。はい、いらっしゃいませ。あ、結構、すごい、ガタイのいい、お客さんですね。タオル、カミソリ。結構イケボですね、お兄さん。あ、まずお金もらうの忘れてるわ。はい、お金どうも。1000円って高くない？結構、ニューヨーク。そんなことない。おい、どうぞ。おいらはフタってんだ。おいらフタってんだって。いい子よろしくな。なんかここおかしいと思わないか？なんだい？かわいい子、落ち着かないだろう？急にナンパされたんやけど、わー、すごいの来た。どこ出身っすか？よろしく、いや、もうすごいな。よろしく書いてあるわ。どうも。ウェットティッシュ、シャンプー、タオル。ウェッティー。あ、すいません。お金、ありがとうございます。ウェッティー、シャンプー。なんて言いました？タオルって言いました？はい。お前。はい。今日っすね。なんか言う、なんか言う、うぜ。お前がうざいな。肩幅すごいくせに。うわ、女性びいきだ、あいつ。帰らそうぜ。お客さんも帰ってもらっていいっすか。すいません。あの、猿、猿。やっぱ猿が、風呂場の中に。どこだ？今こいつに押し寄せられないんだけど。せやな、銭湯室下がるな。わかりました。いや、返します。ちょっと待ってくださいね。おい。おい、赤毛。おい、赤毛、お前の
お前の髪ジョリジョリしてるわ。おい、ゼンゾルや。舐めたことしやがって。いけいけ、それそれそれ、前髪を重点的に。いけ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 。ブーン！よし、お前出てけよ、マジで。帰ってもらう。帰れよ。まんざらでもなかったぜ。お前、そっちかよ。ふうた、いいやつじゃん、しかも。お前も一緒に帰ったらなんか気まずいって。気まずい、気まずい。だって脱衣所で一緒になんだよ。うわ、気まずい。うわ、しかもベッタベタや、お前。最悪。ここでなんとかしろよ、お前。うわ、もうふーたも嫌い。どうしよう。ふーたも嫌いや。待って、もうそんな。はい、どうもー。あ、おばさん。シャンプーは多いな。ボディソープ。よいしょ。ウィードや。うわ。怖っ。ここは、家政婦は見たみたいになってるやん。あいつ、怖っ。髪剃り、シャンプー、ボディーソープ、タオル。タオル。ウィードぞ。そうなんすよ、28で。新しいファイトの子、私らよくここに来るんよ。あ、マジっすか。いや、マジよろしくっす。ミオさんもなんか言ってあげなさい。よしゃすかんか。よしゃすかんな。父垂れてもうてな。いいっすよ、千代さん。千代さんめちゃめちゃいい人や。悪い人ではないね。わかるわかる。なんだか見たことある顔に似とるわ。ほんと？結構有名かもしれないですね。芸能人とかですか？いや、そうじゃなくて、冷めちゃった。前にここで働いとった子にそっくりや。お、マジですか？どんな人？真面目に働いとっていい子やったわ。もう何年も前のことや。本当にいとるわ。ミオさんもそのまま？ん？前の従業員？いとるか？急におらんなった子やろ？全く似てないと思うが。それにしてもこの子どうもわしゃすかん。なんてこと言うね。ミオ。わかめみたいな服着やがって。千代、千代、その影からちょっとこっち見るのやめやん。あ、もうめちゃめちゃ千代いい人。そんで、はよ、どっか行け、ミオ。行け。髪の毛すごいなぁ。ブロックみたいな髪の毛してるやん。あ、うちバスタオル入浴ちょっとお断りなんすよね、実は。ちょっと閉めてってもらっていいっすか？はい、ちょっと待ってください。今行きますんで。はい、どうも。あれ、イケメン。シャンプー。肌白？シャンプーっすよね。持ってけ、ドロボー。はい。おいたが過ぎましたね。レイって言うんだけど。あ、嫌いだ。答えなくていいよ。俺天才だからそういうの分かっちゃうんだよね。近くのアパートっしょ。あたり？今度遊び行っちゃおうかな。舐めやがって。あ、千代さん。千代さんバイバーイ。うわ、壁通り抜けていくわ。お前は二度と来るんじゃねえ。バカが。じゃあ、もう嫌い。嫌いだ、もうあいつらも。最悪だ。こっちをもう奴隷としかして見てないよ。はい？めちゃめちゃお客さん来るやん。ちょっと待って、今掃除してんねんから。もう。待てや。ちょっとぐらい。わ、可愛い女の人だ。はい。カミソリどこに使うのか教えてもらっていいですか？はい、セクハラだって。悪いな。なんだっけ？もう結果しまっていい？ウィットディッシュだね。オッケーオッケー。はい。補充して。間違えた。補充して。全部消えちゃったね。どうですか？ああ、見てない。田舎じゃ地域のために動かない。働けないとダメなんだからね。どっか来たのよ。愛知県ですね。都会から来て苦労してんの。たまりなさいよね。てか。
あんな汚い女も入れるわけ？同じ風呂入るの嫌なんだけど。さっきのレイ、女だと思ってるやん、あの人。まあいいや、レイの様子見に行こう。レイの裸体見ちゃおう。レイの裸体見ちゃ、あれ？あれ？あれ、レイは？幽霊のレイってこと？ウェットティッシュ。髪の毛かわいいですね。今度どうですか？一緒に。パスタでもすすりに行きませんか？ヤッホー、声かわいい。ねえ、待って。あんなイケメンもこんな、さびれた銭湯に来るの？マジでやばい。髪も白い肌もめっちゃタイプなんだけど。誰のことですか？見ればわかるでしょ？あのイケメン。オーラやばいじゃん。ん？ねえ、男の人でも女に入っていいの？イケメンはそういうのもありってこと？ただしイケメンに限るってやつ？え、待って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 。レイ？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 浮き輪、しかも、帰ってもらおうか。お気に入りの浮き輪いっぱい使おうと思ってたのにショックなんです。ちょ、待って。一旦見してもらっていいですか？ちょ、帰る前に一旦見して。お姉さん、ちょっと待って。お姉さん、うわぁ！最悪だ。帰らす前に風呂入っとるとこ見ときゃよかった。もう最悪なんだけど、どういうこと？なになに？どういうこと？ぶちまけたんだけど。あたしゃ、今度はちょっと、ピンク色の水着でお願いします。かわいい、この人。ウェットティッシュ。ウェッティーっすね。入れますよ、お金も。ふーん。若いよね。あんたも若いだろ、どう見たって。親分の言ってた？ああ、雇った理由がわかるわ。あんたも、ここの人？はいはいはい。はい。わ、子連れのお母さん。シャンプー、ボディーソープ。オッケー、シャンプー。いや、でも足、暑いっすよね、3期。最近。俺も、お母さんと一緒に入れたらなんて思いますけど、何歳未満ですか？あ、そうそうそう。何歳未満なら入れるよ。ほんまにお前7歳か。あ、ちょっと、小学生には見えるけどな。結構。はい。あっち行って？お前か、お前か。お客さん？わ、お客さんバチバチのタトゥー入っとる。最悪や。見逃した。あ、寒いとか言っとるしな。うわぁ、温度もミスってれば。入れ墨のお客さん入れてしもたことで怒られる。終わった、俺の人生。あの、子供も7歳以下じゃない気がするんだよなぁ。バスタオルのまま出てきたんかと思った、今。お子さんは？あ、お帰りのお時間です。はい。あ、すいません。怒られるやつだ。今日は仕事、少し間違えちゃったみたいだ。すいません。明日はちゃんと仕事してね。いやー。これじゃ、掃除よろしくね。掃除が終わったら、お風呂に入っていいから。あ、ありがとうございます。俺は行くね。いや、ちょっと怒られちゃったよ。マジかよ、ジュークボックス流しちゃダメ？ちょ、チルな雰囲気になりたい、今。うわ、怒られた。ガンナエだ。うわ、びっくりした。お前マジで、ほんとに。サンバイザーで殺しめたろうか、ほんまに。お母さん先に帰っちゃったよ。え？怖い話？
おガキ、ガキ服は着てけ。オーマイガー、将来有望や。あいつ勝手にそういうことされて困るんですよね。うち、いや、おしまいなんですけど、今日すいません、そう終わったんです。違うんです、私はここの従業員で。あ、従業員さん、こちらの桶が足りないので、はい、私の方に投げてもらえませんか。投げるとかある？投げるとかあります？ほい、ありがとうございました。はい、よいしょ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 。オーケー、終わり。シャワーでも浴びますか。用具だけ返してこうよ。オープン。うわー、怖え。やべえ。いらねえ、その映像。知らなきゃよかった。よし。はっ、うわっ、くなに、あ、今体洗ってんのか。なに、なに、うん、うん、あ、ケロリで隠しとく、いったん。よし、ケロリで隠します。まだ初日なんでね、体はさっさと洗って。あ、もう猿だ。ずっと猿の意味がわからん。あ、なんか暗くね。もう最悪なんだけど、こんな状態で風呂入らなかんの。あ、もう怖い。あ、もうガチ猿、日本猿や。取って佃煮にしてやろうぜ、あいつのこと。ちょ、マジ、猿のご退店お願いします。よし、一旦見なかったことにしようか。私はこれ一本で十分よ。猿のご退店お願いします。猿のご退店を。え？え？何これ、あれ、うわぁ、やったやったやった、女を脅かす魔物を捕まえたぞ。もうバイトの時間か。昨日のは何だったんだろう、何だったんだろうで済ませられるお前がすごいけどな。結局あれは死んでたってこと？つまり、あ、B だな。あれ、なんか血じゃなくなってない？おいおい、リンゴ食われとる。猿の住みかか。怖い、普通に。行く、行くか、バイト。お、あんた、203の人や。おまさん、俺の部屋から203見えるよ。見てく？見てかんか。まあ、見てっても見てかんでもどっちもいいんやけどさ。お、入れる。え？場所にそぐわない。お方いますけど。いらんくね？寒くない？なになになに？
バイオハザード？ RE4 だ。あ、早い。お、うまっ。はや、重なりすぎそうな、うまっ。貫通弾や、しかもこれ連射できることを今知ったけど、はい、これ楽しい。ガチバイオ4なんだけど、何これ、キモいんだけど。しっかり遊んじゃったな。そんでバイトバイト、今日もバイトバイト。ちょっと遅れました。大変だったね。特にあいつレイだっけ。あー、レイさん飲みすぎてたみたいなんだ。若いやつに多いんだよ。たまにあるけどやめてほしいよね。やめてほしいね。サルがいっぱい。ああ、サル、田舎だからね。いや、タルなんてそこら中にいるよ。いや、中にあんなに。ではよくあることだから気にしないで。じゃあ今日は壁掃除ね。壁掃除。壁に洗剤をかけて、その後たわしでこすってね。はい。洗剤のスプレーとたわしは掃除用具入れに入っているよ。おお、了解。今日も掃除が終わったらお風呂に入っていいからね。はい。ああ、そうそう。今日は常連の圭一さんが来る日だ。圭一さん、久しぶりに来てくれるんだよね。この日を楽しみにしてたんだよ。大家さん大好きな圭一さん。いかつい感じの男性だけど、必ずお通しするようにね。炭入ってますか。炭入ってます。うわー、闇に消えてった。あ、ジュース、ボディーソープ、任せてくださいよ。はい、どうぞ。あんな、言うて。自分仕事遅すぎるで。若いからって仕事できるんとちゃうんやな。もっとちゃっちゃとやらんとあかんで。私の方がこの仕事できるんとじゃお前入れじゃ。どっちが舐めとるか。おい、てめえ。おい、てめえ。おいや、お前。近いねー。近いわ。だ、お前のな、タオル姿なんて誰が見たいと思うねん。はぁ、あ、お前。やめとん、帰ってもらうか、お前。態度悪いな。帰ってもらおうかな。態度悪いだけで帰ってほしいわ、もう。結構来てる。いや、そんなには。そっか、まあでも、いないことはないよな。いっぱい来てくれるといいな。もう変態や、こいつ、どうしよう。これ、お前。おい、おっさん、帰れ。あ、無理です。取ってんな、お前。うわ。え？そんなに美人でした？そんなに美人でした？お兄さん？そんなに美人でした？うち。聞くぐらい美人ってこと？おばさん。なんか引くぐらい美人だったらしいんだけど、どうしたらいいと思う？どうして？どうしてはこっちのセリフやけどね。ああ、働きたかったんだ。やっぱ若い子なんすよ、デンコ。うわ、プンプン系だ、きつ。プンプン系、きついのおばはんで、特にないかな。デンコ。デンコ、お前なんか悪さしわー。最悪。え？どういうこと？え、どういうこと？もう。何してるの？いや、すごい血だらけやねんけど、え？すごい血だらけなのは何？ごめんごめんごめん、ちょっと待って。今行くから。流血沙汰のフロア見せるわけにいかんしょ。うわぁ、メンディー来た。メンディーどうした？あ、
店車タオル欲しい。日本のタオル小さい。タオル？了解。あ、来た。ちょっと待っとってな。タオル持っていくわ。あ、ありがとう。いいよ。かわいい人やん、ただの。清く正しく美しく、エマチーです。エマチーだ。すぐそこにいんのに？エマチー。なんか顔がニュースのマッスーみたいだね。え？わお。わお、お客さんかと思った。目怖ははは。ギョロめすぎ、ギョロめすぎ。あ、どうした？なに？え、何も言わんと行くやん。いいけど別に。ガキは？おらん。見とるずっと。便所か。え？フーター？フーター？うんこするときは多分ズボン脱いだ方がいいで。そうか。うん。おー。すーごい、そんでゆっくり。うわ、多分。うわ、あの麺まん丸のやつ俺。違うわ。うわ、ガキだ、これ。うわ、ガキを逃したな、これ。誰もいね。誰もいないなら誰もいないでいい。もう。あ、来た。この人だな。いい、どうぞ。新しい。そう、新しいバイトです。ケイチさん、よろしく。お、いい人だな、絶対あれ。危ない匂いするけど、結構。はい、ちょっと来い。おい、はい、なんすか、ケイチさん。ケイチさん、どうしました？ケイチさん？ねえ。はい。ああ、わかりました。いいっすよ。いいっすよ。全然いいっすよ。俺でよければ。うわ、ケイチさん柄もんや。問答無用で通せとか言うとる。はい。いや、いいっすよ。書いとかないっすか？結構こういうの得意で。もうケツの、この、あと、ああ、もうなんかすね。はい、終わりました。なんで、なんでって。あれっすよ、別に。オーナー、そう、知り合いだったんですよ。おじき、まあいい。あ、そうなんだ。ケンさんのバックなんだ、ここ。昔から行きつかないやつだが。ちゃんと俺らの指示に従ってるから、まあ少しは好きにさせてやっている。ジョーちゃんを呼ぶことも俺が許可したんだぜ。でも実際に会って気が変わった。お前こんなとこよりうちの会社に来ねえか。ジョーちゃんだったら、そうだな、それなりにいい待遇してやるよ。いや、いいっす。あー、すいません。結構しゃがんでるんで、その角度きついっすね。どうだろう、断れます、人間なんで。お前を無理やり会社に来ねえか。いいっす、いいっす、無理っす。どうした？ケイチさん？ケイチさん、話聞いて。ケイチさん。話は。あ、どうした？お辞儀ぐらいはね、いなくなるまでしないとちゃんと。今日壁掃除だって言ってたから。うわ。仕事間違えたね。うるせえな。まあまだ許せる範囲だな。ガキがよ。明日は頑張ってね。ガキが走り回りやがって。ケイチさんはちゃんと来た。ケイチさんなんか花地さん、花地さん出して帰ってたけど。何か変わったこととか。そうかそうか。あのケイチさんでも。お前嫌いやん、ケイチさん。呼んでよかったよ。じゃあ掃除してから帰ってね。うわ、大黒幕呼んで大家さん。うわ、満面の笑みで帰ってった。悪役やん、あいつ。結構俺も生贄にされてるな。はい、
何の音ですか？いや、これ超ゆっくりやってたら意外と早く終わったよ、ほら。はい？お呼びっすか？終わりましたよ、今日の営業。何？もう最悪や、もう最悪や、もう。あ、もう最悪や、もう。うわ、もう。この帽子のやつや、ちょっと一旦。はぁ、いる。一旦このね、助走をつけて、動物的な動きで、こう、突進。うっ。何その入り方、吸収されてったんやけど。え、あ、もう怖い。あ後ろ、どう。いや、どうもこうもないよ。まあ、またか。俺が直しておくから、お風呂でも入って帰りなさい。なんで来たんだよ、お前。あれ、カミソリ置いてあるの。うわ、誰かカミソリでなんかやったな。はい。やだな。お風呂入れんなった。知らない。何も聞こえない。新手の ASMR？ オッケー、甘んじて受け入れる。あ、お風呂に浸かる勇気はあるのね、あなた。水の波打ちすごないか。はい。うわぁ。なんだこれ。なんだこれ。うっ。頭上とか見たくない。すみません。そちらにどなたかいますか？います。私はここの従業員で。聞きました。そっちに行ったアヒル、私の方に投げてもらえませんか？いや、いいんですけどね、別に。アヒルぐらいはもう。はい、どうぞ。あ、もうありがとうも言ってくれ。もうどうしよう。ありがとうも言ってくれ。うわ、すみません、私は聞いた聞いた。俺投げたよ。え、何何何言ってんの、こういうこと。え、何何、こっちに投げたってこと、言ってんだ。うわぁ、なんだこれ。さっきあなたのやりとりしてますけど、私はまあ、わかりました。髪の毛ついてますね、このアヒル。あ、あ、怖い。あ、髪の毛がすごい。え、これ。洗っての遊びですか？え、何それ。いいよ、もう。あ、やばい、音してるかも。
すみません、いますよ。私はここあのそっちに行ったアヒル、私の方に投げてもらえませんか。はい、あの聞いてるよ。ほら、はい、どうぞ。何ですか、何ですか、何ですか。うわー、海坊主や。原理はわからん、ごめん。本当に坊主出てきた人。海坊主だとか言ったら、本当に坊主出てきた。行きたくないね。3日目だよ。前と受けなきゃよかったな。こんな勝手布団でさ。もう最悪や。大家さんが呼び出しに来てる。一旦今日のブラチェック。わあ、かわいい。青っていいよね、レースの。今日の壁穴チェック行くか。あーもう髪の毛みたいになんかよくか。もう怖すぎ、この視点。リンゴも食べきっとしね。あ、終わり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 。よし。あ、もう怖い。あ、もう怖い。もう佳境も佳境やから、多分すごいことになってくるね、ここから。はい。あ、何ですか。呼びました。いや、勝手に来るなや。いやいや、よく眠れたかい？眠れないよ。ああ。田舎ではそういうことがたまに起こるんだよ。幽霊ってことですか？霊とかその類が現れるのって、うん、大抵人が少ないところじゃない？うん、そうやな。この村も霊に漏れずそういうことがあるんだよね。あるんだよね。あ、でもどうだな、うん、呪いとか霊のことなら銭湯に向かう前に近くの神社に行ってみてよ。毎日参拝してますよ俺。話しかけて、あの神主だったらどうにかしてくれると思うから。俺もマイナさんが安心して働けないのは心配だからさ。いや、月顔がすごい浮かぶんよ。あと少しだから。あと少しなんだ。やった、ゴールまであと少しらしいわ。あんまりさ、若い女の部屋に入らんでもらっていい？ブラとパンティ干してんねん、こっちは。神主さん、いますかーつって。入るわ。海坊主やっほー。あなたが大家の言っていた。はい。マイナーです。こんな村によく来ましたね。こんな村に、はい。どこかでお会いしたことがありますか？ないっすね。そういうことではないのですか。結構高飛車なとこあるんで。何かお困りのことはありますか？もやさんが気にならないです。おかしなこと起こるんです。そうでしょうね。邪悪なものを感じ、俺から？あなたがここに来てから、それは強まっているようです。なるほど。まあ、とりあえず、八百万の神々の祝福を与えてあげましょう。あんま勝手なことしないでください。それと、はい。ボディタッチだ。このお守りを肌に離さず持っていてください。八百万の神々が道を照らしてくれますよ。よっしゃ。ね、あ、誰だ？あ、そうですよ。さっきちょうど終わったよ。おー、ありがとうです。なんか、あ、来たくないよね。そうなんだよね。二度と俺をここに呼ばないでくれ。また次回もよろしくお願いしますね。全然呼びます。もうあとは誰もミスはしねえ。
うわぁ、すごいうっさんくさいの来た。意外といい人だったらどうしよう。チラッピン。チラッもダメだ、信者だ。きつー。チラテ消す教の方ではありませんでしたね。チラピン、チラテ消すをご存じない。大変なことです。チラテ消すは私たちと常に共におられる神のような存在。いえ、それ以上の存在なのです。チラテ消すと私たちが一体となることによって平和がもたらされる。つまり、私たちの安寧、平穏です。チラテ消すによって私たちは全ての悲しみ、苦しみから解放され、新しい境地へとたどり着くことができるのです。チッピン家。チッピン家まあ、チッピン家もうお分かりですね。チラテ消すと一体になるために必要なものが、そう、このチラテ消すの魂を宿ったこれ、信者でないと基本的には持つことが許されないのですが、今日は特別100万でお譲りしましょう。チラッピン。ちょっとテンション下がってる、チラッピンやめて。なんてことでしょう。後から泣きついてきてもチラテ消すは、あなたを迎え入れることはないでしょう。あなたもあの方と同じ道をたどることになりますよ。せいぜい後悔することです。チラッピン。チラッピン、チラッピン、うるさいな。帰ってくれ、もう。早速帰ってほしい。そんで女の人いないしさ。死ぬぞ、お前。仕方ないでしょ。帰れ。帰れ、さっさと。危ねえ。俺なんかやっとんな。チラッピンなんかやっとんな、お前。何した？うわ、きつ。チラッピンも返したい、もう。すごい素朴な顔きた。当方、占いに精通しておりました。うわぁ、そっちか。手相を見てほしい。綺麗ですべすべ、きつー。うわ、そんで顔。深いつながりがあるようですね。地元か何かですかな。最近初めて来た。そのはずは、あと、あ、それとこの線。過去にここで何かとても嫌な経験。身体的な痛みを経験しておりますな。え？人のこと言わんで。言いませんぞ。次にこの線。恨みの思いと愛情の思いが強いですな。これはよー、話して。もう、きついわ。ではまた。何してるだ、お前は。チラッピン。いや、いいんだけどさ。チラテキスが壊れたではありませんか。きっと怒ってらっしゃる。雪に濡れた、ああ、もうおしまいですね。仕方ないことです。チラテケスのお借りを買ったのです。あなたには想像絶するような死が訪れるでしょう。さっと帰ってくれ。持ち方、持ち方。ウェイトですか、お前は。さっさと帰ってください。今日変なやつしかおらん。お前も変なことすんだろ、どうせ。うわ、目開いてない、そんで。目を開けて帰ってくださいね。絶対しょんべんすんなよ。まともに風呂入ってくやつがおらん。お前チンぐらい鳴らせ。通報しようぜ、もうあいつのこと。もう興味ないんで帰ってください。俺はトールっていう。うわ、急に喋り返ってきた。どうしよう。何か知らないか。何も知らないです。それがわからないんだ。ホール？今この村にいることは知っているんだけど。ああ、あの俺は何もしてないんだ。いや、もうすごく情緒が。信じてくれ。わかりました。この村に俺のことをよく思わない奴がいるみたいで。誰かがあんな変なポスターを。とにかく俺は誓って悪いことは何もしていないし、誤解なんだ。妹のこと何かわかったら教えてくれ。オッケー、トール。俺はお前にちょっと協力するわ。お、来た。じゃあぜ。
お前さん今ドリブルしてなかった？あ、こんなところにいたのね。探したのよ。ほんとあなたは変わらないわね。何を言ってる、ごちゃごちゃとうるさいな。人間の嫌なとこ全部出とるわ。なんか知らんけどこのゲーム見にくい。つけ回したろ。足細っ細いなぁ。図体に対しての足の細さ以上。探しとんの？輸入？輸入ないよ。何も置いてない、うちには。もう。はい。うわぁ、怖いなぁ。目の対、目がもう、左右対称じゃない。なもうわからなくなったわ。もう怖いなあ。もう広げだったで手が。さっさとお風呂に入っていってください。お前じゃん、もうお前だったよ。もう分かった、牛乳はどうでもいいから。うわ、結構畳みかけてくるなぁ。はい、はい、はい。ここで産んだの？うわ、いい顔そんな。あいつのせいでこんな目に。危ない。危ない。危ないとは？赤ちゃんをこんなとこで産んだら、危ないですよ。危ないって何？君は危ないよ。大丈夫？そんな状態の赤子。大丈夫？未熟児だ。絶対ダメだ。おばちゃん？おばちゃん。帰りや。帰りの時間や、もうおばちゃん。今日、まあ許容範囲かな。これなりに頑張ったね。頑張りました。今日は鏡の掃除をお願い。うわぁ、キュッキュッキュッキュ。鏡の汚れを流してから、雑巾で綺麗に拭き取って。変なバー出たまま動かんし、あれ。今日も最後までよろしく頼むよ。はい。帰った、おばちゃん。帰ったんか、ブチ切れたんか知らんけど。はい。んで、鏡ですか？そんなに汚れる要素なかったけどな。よし、これで最後。これ拭き終わったらシャワーを浴びよう。よし、来た。よーし。マジ、この時超怖いんだよな。怖い。何ですか？妙なことがあったし、風呂は嫌だな。もっと嫌じゃない？サウナなんてさ、あ、もう嫌だ。なにこれ、なんかいるけど。で、左にある水風呂。はい。はい。ああ、もう最悪だ。うわぁ。整えやがって。ああ、びっくりした。整えてやがる。うわぁ、サウナだ。
もう何回やる気？ああもう、あ、何ですか？うわ、キモ、うわ、キモだ。俺が嫌いな、俺が嫌いなタイプのクモの。あれ、牛乳おばあちゃん、まだいたの？あれ、そっち？牛乳ないよ。私の牛乳スーパーにある。アンさん、取りに来い。おばちゃんが行けばいいじゃん。なんで俺が？ないやん、牛乳なんて。うわ、なんすかなんすか、その前のめり、だいぶ。顔、目、やっぱり目やな。アンさんの目、どっかで。牛乳？店の手伝いしてくれたらあげるわ。商品全部並べてな。陳列しろってことは、めんどくさい。なんで俺こんな仕事しなあかんねん。最後はチラシ。チラシってか雑誌か。オッケー。できたぜ。急におばさん、おっさんみたいな声出する。それとこれ、パンさんが持っとった方がいい気がするな、俺。それにしても、随分前、20年以上前になるか、その時の従業員と瓜二つの目やの。あの銭湯の呪い、アンさんには効かんようやの。なんかもう理由があるようや。でもアンさん狙われとるな。とても強烈な、呪いとは別の、呪いよりよっぽど厄介な。でもそいつは手を出せないようや。まだね。わしはここに長年いるからいろいろ知っとるんや。まあ、気ぃつけな。こけし。消しですか。ありがとうございました。おばさん、牛乳持ってきたよ。ほい、あの、それでしょう。そっち返して。いや、全然あげるけどさ。娘の大切なブレスレット。全然いいよ。ヨーコは別に、おばさん？なになになに？お前のために牛乳持ってきたやったやん。え？ヨーコはそこ探してもらんと思うけどね。いないいない、そんなとこに。うっ！なになになに、うわー、びっくりした。終わったかい？人生が終わりかけましたけど。気絶？はあ、怖。ああ、怖い。気がついたかい？びっくりしたよ。死んじゃったんじゃないかと思って。俺がびっくりしたよね。今死なれたら困るんだよ。死なないよ。本当に今じゃないんだよ。儀式？まあ、いや、バイトがいなくなると困るからね。見てましたよね。いや、俺が来た時には何も。ごめんごめん。何か嫌なことがあった。おばさんは何？接客業はいろいろと大変だよね。もう接客とかじゃないけどね、おばさん。俺はマイナさんのことちゃんと分かってるから。お願いだから、もう少し頑張ってよ。頑張ってるよ、十分。バイト始めたばっかりだけど、もう無理かも。やめたい。やめたっていい。え、ここピンポンあんの？もうあの人と話したくないんだけど。
首の角度すごかったよ。マイナさん、マイナさん、マイナさんいらっしゃいますか。カンヌシ来た。ちょ、カンヌさん待っとってよ。俺いつものルーティーンがあんねん。もう来る、絶対来る。今日は絶対来るぞ。どうしますか。ああ、よかった。生きてますよ。ことでとても重要な話があります。何ですか。今から銭湯の地下に来てください。銭湯の地下。ボイラー室に地下への扉があるので、はい。くれぐれも大家に見つからないように。大家に見つからないようにって言われてもさ。うわー、行くぞ。な、妹。ボール。なんか分かったか。なんも。もしかしてな、お前名前なんて。お前って。下にあるな。マイナか。いい名前だな。じゃあな。じゃあな。うわ、なんか隠されとったな今。駅員も買いたいです。お面か、びっくりした。おい。クイズに答えろ。さつまいも似ている臓器は何だ？え？形がってこと？肝臓、合ってんだ。肝臓食べてる。そんなことないだろ。俺ですか？そうか。お遊びはそうなんだ。何？ん？3番の？ありがとう。何に使うかわかんないけど。これか。ん？お、2個目だ。顔の半分ぐらいのやつよね。うわ、リンゴある。うわ、お隣さんおる。あかん。4番。201号室の鍵？え、一旦201っていい？え？なんだこれ。開くんだ。え？めっちゃ綺麗じゃない？大家の日記。バイトで女を雇うことにした。女は若くて綺麗だ。それだけで客がたくさん来るし、見ているだけで気分が上がる。バイトの女はよく働いてくれる。俺にも色目を使ってくる。まいったな。惚れられたようだ。これからは名前でお願いするか。バイトの女は陽子というらしい。陽子と読むみたいだ。それなりに呼びやすい名前だな。陽子は俺に夢中だ。なのに変な男が寄ってくる。俺のものなのに。陽子も陽子だ。あんな男たちのいいようにされて。そうだ。陽子を地下室に連れて行こう。あそこなら誰の目に触れることもない。20代前半の今のうちに自分の立場を分かせてやろう。陽子を地下室に連れて、え？陽子を地下室に入れてからだいぶ経った。そろそろ様子を見に行くか。きっとあいつも分かるようになった頃だろう。これで本当に陽子は俺だけのものだ。陽子が死んでいた。血だらけになって、妊娠していたようだ。一体誰の子なんだ？いつの間に。許さない。風呂の壁のシミは何だ？銭湯で叫んでいるのは誰だ？女の悲鳴がいつまでも聞こえる。頭がおかしくなりそうだ。閉店時間は過ぎているのに人影が見える。でも人はいない。誰なんだ？黒い影が俺を追いかけてくる。神主にお祓いをしてもらったが、お祓いなんて意味ない。幽霊が俺を襲ってくる。許してくれ。俺は何も悪くない。神主が言うには、あいつは産めと言って俺についているらしい。このたたりを終わらせる方法はあるらしいが、今すぐは無理みたいだ。
まだなのか。神主に任せて大丈夫なのか。こんな生活耐えられない。神主には俺の苦しみがわからないんだ。どうにかしないと。一刻でも早く。この状況をどうにかできないものか。早く早く。呪いを終わらせるんだ。あいつを呼ぼう。その時のために。神の背中に任せられるか。俺がやってやるんだ。ほう。これ口だ。ここ入れない？あ、入れるんだ。誰？あ、大家か。もう全然大家やった。見つかってしまうというか見つかってはいたけどね。ここ、やばい、開かない。もう罪じゃねえ。うわ、罪だ。だから全力でトイレだな。早いんだ、しかも。あいつムーンウォークしやがる。急げ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 。で、どこ？ここだ。うわぁ、怖っ。カンヌ氏先回りしてるってことだよね、多分。何？おぉ、無限ループかと思いきや。カンヌ氏？あ、これ。ヨーコのやつだ。ちょ、なんだ、ハサミ。おう、ハサミは何ですか。ああ、そういうこと。動いた。私のお腹の中でこんな状況でも生きている。何があっても死なせないから、守るから絶対に。私の愛しい大好きな赤ちゃん。私も頑張るから頑張ってね。ごめんね。あいつの好きにはさせないから。ほう。うわぁ。やっと来たんですか。ですね、昔、大家が一人の女性に見入られ、はい。あろうことか、この地下室に監禁してしまいました。ほう。その時、彼女は妊娠していたのです。お前の子じゃねえのな。大家はそのことを知りませんでした。やがて彼女はここで誰にも知られることなく双子を産み、出産による出血多量で亡くなっていました。はあ。女性は24歳、あなたと同じ年齢でした。それを知った大家は恐怖で震え上がり、私に連絡してきました。私はその双子にトールとエレナと名付け、エレナ、児童養護施設に預けました。ここで出産して亡くなった女性の名前はヨーコです。そのヨーコの子が今帰ってきた。俺エレナなん。こんなに大きくなってエレナ。おい、マジかよ。それがあなたの本当の名前です。もっと早く言うべきでした。あなたが働いている姿を見てすぐに気づきましたよ。あんた来てないけどな、店には。あなたの母は産めとなり、大家に着くようになりました。たたりを止めるには、産めの子供を産めが死んだ年と同じ年に焼き殺す必要があります。いえ、大家の狙いはそれです。殺される。私はたたりを止めるためにあなたの兄であるトールを呼びました。トールはこのことに納得してくれています。だからあなたは犠牲になることはないのです。
もういいやつかよ、神主。なのに逃げなさい。なのに逃げなさい。親に捕まる前に。どうやってですか。え、どうやって逃げるの。やべえ、武器鍵しかねえ俺。マジかよ。こっからメタギア。やべえ、お湯がチンチンだ。こんなのに入って火傷どころじゃないぞ。あっかん。呼ばれてる。もう掃除ゲームで急に。OK。重点的にこう上をね、ぬるーっとやっていくと、意外と早いんですよ。もうなんか早い。なんだ？温度を変える？なんですか？それ。たの？うわ、まずい。うわぁ、失敗するたび難易度が下がります。優しい設定。掴んだぞお前、バカにするな人間を。うぶめ、お前が元お母さんなら。天井よく見たらめちゃめちゃ人やん。うわすごい、あいつとか。いやこんなんで終わらないだろう。おい、なんだこれ、水。うわうわうわ、あっかしつった。アパートに逃げるって、大家からですか。もうシームレスだ急に。あー来てる、よいしょ。やったか。やばいよ、アパートだって。逃げるとこないよ。あっか。おば、鍵開けてる。何の音？やばい。助けて、トール。トールじゃないものが出てる。守ってくれてるってこと？うん。それはそれで怖い。あれ破れるとしたら大家だいぶすごいと。開いちゃった開いちゃった。うわー開いちゃった。うわ、開いちゃった、開いちゃった。逃げろ！
ああ、大家だ、助けて、髪の毛。何だ、ね、どういう状況。うわ、連れてかれてる。うわ、もう通る以外無理や。ああ通る。このまま地下に連れてかれるのか。いや違うな、焼却炉かこれ。ああ、焼かれる。推しの音楽が、うわぁ、美味しく焼かれる。こんな気分なのか。今度は俺がお前を殺しに行く。待ってやがれ大家。悔しいな。あれ？あれ？なんか思ってたもんと違うもん出てきたな。あー、見ないでほしいかも結構。わあ。少子エンドや。どうでしたか今回のシラズアートさんの作品。いやー、いつもはね生放送でやったりするんですけど、今回は動画ということでちょっとやってみたんですけど、いや結構ね、あの奥が深くて、奥が深くてね、めちゃめちゃ面白かったです。多分エンディングが多分あと2個ぐらいありそうな気するんだよね。トールに名前を教えるエンドもありそうだし、プレートみたいなやつも謎が解けてないからあのエンドもあるかもしんないっていう。いやー奥深いね。思ったより神主がいい役だったな。いいやつかい、あいつめちゃめちゃ悪いやつだろうと思ってたけど。ん？なんだ？バイト始めたばっかりだけど、もう無理かも。やめたい。ん？また大家さん？ん？マイナさん、俺カンヌさんだ。ああよかった、あなたのことで。今から銭湯の地下に来てください。ボイラー室に地下への扉があるので、くれぐれも大家に見つからないように。ループしてる。